河内城ハノイ投げ毒事件は1908年にフランス植民地下のベトナム、ハノイで起きたベトナム人兵士らによる放棄未遂事件である。フランスの中流軍のうち、原住民で構成される部隊の一部が放棄を図り、河内城に駐留するフランス人の夕食に毒を入れて、フランス中流軍を無力化し、ホワンホアタムの反乱軍をハノイ城に引き入れ、 陥落させる計画であったとされる。陰謀は露見し、フランスに鎮圧された。フランスは、北ベトナムの港がデルタにおける、降伏運動を1890年代には、山間部を除いておおむね平定し、フランス軍の運営を、パトロール方式から、中東方式に切り替えた。1895年に取り壊された、ハノイ城跡には、インドシナ中東軍司令部と兵営が置かれた。 フランスの植民地においては、ティライユールという植民地原住民からなる不評部隊があった。フランス植民地当局によれば、このティライユールの一部が放棄を企てたとされる。ベトナムに対してフランスは基本的に暴力で支配したが、1897年にポール・ドメールがインドシナ総督につきそれまでの作詞中心の植民地経営から経済開発路線に転換し、 植民地官僚を育てるための教育施設が作られるようになると知識人層の間で腰仏提携の期待が芽生えた。しかしながらフランスの植民地システムは本質的に非経済的作主機構であって知識人層の啓蒙運動と衝突した。1908年には不益納税に反対する厚税運動が中部ベトナムで発生する。フランスは運動を 知識人の反仏扇動の結果とみなして、啓蒙運動の弾圧に踏み切った。腰仏提携の崩壊は、武力闘争に正当性を与えた。ハノイ投げ毒事件は、ベトナムの独立運動に閉塞感が漂っていた1908年から第一次世界大戦までの間に散発した反仏、放棄事件の一つである。ベトナムの公式の歴史観においては、 ハノイ投げ毒事件は1884年からホアンホアタムが暗殺される1913年まで続いた遺言帝放棄に連なる事件として位置づけられる。絵葉書のキャプションには1908年7月の投げ毒陰謀の容疑者たちが刑務所の中で正義の応募に繋がれている。トンキンにて、とある。放棄の計画はベトナム人の料理人だが、 ハノイ城に駐留するフランス軍人の夕食二毒を、森、無力化する。それと同時に、ベトナム人の兵士が、溶水、三世北安市のフランス軍人の駐屯地を攻撃し、彼らが、ハノイ城を助けにやってくるのを阻止する、ホワンホアタムは、城の外で待機し、内部から知らせが届くとか、林への攻撃を始める、という手はずだった。 計画は1908年6月27日の夕方に実行に移された。ベトナム人コックのグループが調理中のパーティーの料理にマンダラカの毒を混ぜた。毒は直ちに200人近いフランス軍人に作用したが死んだ者は誰もいなかった。さらにコックのうちの一人が罪悪感を覚えて教会へ国会に行ったところ、フランス人神父がこれを植民地治安当局に密告した。 フランスのインドシナ総督、ポール・ボーは直ちに戒厳令を敷き、陰謀の首謀者らと計画の実行犯の逮捕を命じた。城の外では、ホアン・ホアタムが待機していたが、期待していたシグナルが上がらず、計画が失敗したことを悟ると手勢とともに撤収した遺体の画像があります。表示を押すと、表示されます。陰謀の計画者たちは、 さらし首にされたフランスはハノイ投げ毒事件の陰謀に素早く対応し、すぐに13人をギロチンにかけて処刑した。1908年7月8日には、さらにアイニアンラ24人に死刑を言い渡し、残る無本人には終身刑か流刑を宣告した。また、フランスは本事件に対する保安法アタムの関与に気づき、イエンテイ県から中越国境付近に至る、 山間部でタムを捕獲しようと山狩りを始めた。タムの放棄軍に対して1909年1月29日から11月11日までの間に11回大きな戦闘を仕掛け、その度に勝利を収めた。そしてタムをイ遺言定県に追い詰めたが、あと少しのところで取り逃がしてしまった。タムは自身が1913年に暗殺されるまでの間、逃走を続けた。 ハノイ投げ毒事件は、平英において、ベトナム人兵士により引き起こされた事件であって、ほぼ同時期に中部ベトナムで広がった大規模な高税農民一揆と相まって植民地支配者に大きな衝撃を与えた。本事件以後、ベトナム人の知識人、運動家たちに対して実施された過酷な抑圧政策は、その衝撃の大きさを物語る。 ファンボイチャウも本事件に関して追及を受け日本に亡命し続けざるを得なくなった。フランスは日本がベトナム独立運動の拠点にならぬよう1908年9月日本政府に圧力をかけてドンズー運動に抗応して日本留学していたグループを日本から退去させた。かくしてドンズー運動は崩壊した。日本に絶望したチャウは広州に移って ベトナム幸福会を組織して革命活動の再構築を目指したが最終的に1914年に捕獲されフランス本国の刑務所に移送されることになるその時の罪状の一つがこのハノイ投げ毒事件への凶暴であったさらにこの相乗事件への関与を疑われて半周未期のような必ずしも請求な独立達成を施行せず 未開のベトナム社会の改革を優先した知識人までもが数百人単位で南シナ海洋上、コンダオ諸島にあるコンダオ刑務所に投獄された。各して解明的住者による腰ツ提携によるベトナム近代化路線も崩壊した。フランスはさらに世界中に広がる植民地各地の独立運動が国際的なネットワークを持つことを警戒した。 1915年にマダガスカルで秘密結社ビバテュサケリカの存在が明らかになるとベトナムのホアンホアタムの残党とのつながりを疑い徹底的に弾圧した。ありがとうございます。